さあ、赤いリボンは大谷チーム。いやいやいや、さあ、これまでの試合、去年の得点を取っております。リカ選手のタイガー。さあ、ロングスローはゴール前まで行ってきた。さあ、大谷に行ってみるゴール前。さあ、ゴールキーパーのロボット。決勝戦で大きい仕事を見せます。大谷ビーチームのゴールキーパー。さあ、この大谷ビーチームのゴールキーパーのロボットがゴールキックで1点スペシャルキックだったが、さあ、時間は1分が経過、残り4分、前半戦残り4分。さあ、タイガがこのボールをキック。さあ、これはキックで、さあ、ゴールサイドにゲームしてました。さあ、大谷チームのゴールキックは、さあ、依然として大谷チームのゴール前。さあ、これを最後に流す、サイドに流して大谷チームのキック。さあ、ゴールは天才、そこへ回ってきました。ブルーのリボン、ブルーのリボンを使ったロボットがチーム3球、レフェリーに突出するか。赤ボール。さあ、ここで赤いリボンをつけた大田のチームのチャンスボールか。さあ、試合のもう一度のチームになってくれましたが、さあ、このボール、赤ボール。さあ、また来ました、最後のチャンスボール。さあ、ロングスロー見せるか。ボールをわきわき掴んで向きを引いて、そしてこのボールを投げた。さあ、ボールを全部使ってボールはさあ最後へチャンスボール。さあ、来た、このボール押し込めるか。なかなか押せない。そしてゴールキーパーがここで、キーパーチャージ。ゴールキーパーをキックした、キーパーチャージ。さあ、オータムリーフ、ゴール前、ゴールキック。いや、非常に縦並びな両方の配置。さあ、また戻りが変えてきた。あと一転がりか。おー、そこを飛んだ。じゃあ、チーム選手が先制点。前半残り1分30秒。さあ、こぼれたボールをうまく押し込んできました、チームテイク。さあ、これは足りないように割ってきました。さあ、このボールは、さあ、このボールを、柴田全員選手のボールを、そしてボールをさらにサイドいっぱいへ。追加点2対0。2対0でチームテイク2点リード。
新天地のゴールキーパーロボットうまくサイドクリア。さあ、ちょっと松橋の引きに来たか。青ボール。さあ、また、キーパー、タイガー。後半戦がスタートしております。さあ、またサイガーが来た、サイガーが来た、サイガー一気に寄せた。さあ、ここはゴールキーパー、ボール、ボールをキャッチ。このボールまたサイドがカット、そしてゴルファーを回り込む回り込む。青ボール。さあ、キルテイク、サイドがまたもや、ここで、スローインのチャンス。さあ、ゴール前、ちょうどいいところにこぼしてきた。さあ、このボールを、さあ、大谷君、うまく、大谷君、ゴールキーパーがカバーできる。さあ、スローに、さあ、マイコン、マイコン、一戦目のタイムクリア。さあ、またもキルテイクの完成。さあ、ボールのサイドが切れたかな。さあ、ゴール前、またもキルテイクチャンスボール。さあ、一気に逆サイドへ。あ、もう全然ない。このボールを取りに行くロボットはやはりタイガーか、それともゼルファーか。さあ、ゼルファーが防御の構え。タイガーがゼルファーへ戻った。お、ナイスだ。さあ、エンドラインいっぱいのところで。ここで切れてしまった。ここパスだな、オータムリーフのキッチン。受けたボール自らドリブルで進んでいきたい、進んでいきたいところですが、そこには最後が回り込んでいる。さあ、このボールをさらにゼルファーがカット。じゃあ、残り時間2分を切りました。前半残り時間2分を切っています。じゃあ、井川選手の最後がまた非常にゴールチャンス。じゃあ、セットプレーを狙っていますね。はい、行きます。じゃあ、ナイスクリア。ゼルファーさん、ゼルファー下げます、ね、下げます。さあ、これゼルファーも
非常に、あ、大丈夫ですかね。さあ、2対3での試合となって、時間の方は残り30秒ですが、さあ、この30秒、残り何時間としては多いのか、少ないのか。さあ、つばぜりつばぜりゴールの奪い合い。さあ、時間が残りわずか、残り10秒切りました。さあ、レファですね、青ボールです。さあ、時間の方は残り7秒、ここでチームフェイクが出身。さあ、そしたらここで時間がない。